田口定憲明治人物評論より、田口定憲総年期、田口宇吉明治38年4月13日は、日本の経済学者、歴史家、実業家。東京府会議員12月明治23年7月、衆議院、議員10月明治38年2月なども、歴任した。名は、少年がおつぼうであることにちなむ。名は弦、宇吉は通称、字は小玉、ま。 呉は、帝県で、駅境に由来。幕臣の子で、江戸目次郎大の勝屋敷に生まれる。父は、西山家から養子に入った、加シ郎、母は町子。田口家は、初代右衛門が、将軍、徳川義宗の重子として仕えて、以来の家系で、後に霊落し、天保十二年に、佐藤一歳が株を買い、一歳の長男である、新左衛門が継ぐ。新左衛門の娘長子は、 井上家に嫁いだ後にご家となり、カシロウを婿に迎えた。安政六年に、父のカシロウ、翌年には、長兄の抜き一郎が、相次いで死去し、家督を相続慶応二年に元服して、重死見習いとなるが、十二月に、幕府の軍政改革で重仕組が廃止され、新設の重滞に配属される。また、昌平坂学問書でも学んでいる。同年には、 イフ姉の阿部美子が、田島伊豆市藩の従者、木村熊寺に嫁ぎ、田口家も、下屋の木村家と同居する。近所の留め付け、乙骨太郎を務む信仰があった。明治維新による幕府画界において、義兄の熊には、将棋隊を支援するなど抵抗し、田口家は、横浜へ逃れ商売を行う。乙吉は、乙骨の勧めで、旧幕臣の経営する骨董屋で働き、 アメリカ長老派の宣教師に英語を学ぶ。明治元年に徳川家の静岡大法に伴い沼津へ移住し沼津兵学校で英語教師をしていた乙骨のもとへ寄宿する。兵学校で学び中根宿の漢学塾でも学ぶ。兵学校時代に島田三郎と知り合い中根塾では伊庭太郎らと交流している。明治2年に生育法に就くが 同年9月に廃止され、義兄の熊路や父の実家西山家の終戦で、沼津金番組に配属される。明治3年9月に第6期修行生試験に合格し、12月には静岡病院での医学修行を拝命する。また、義兄の熊にはこの頃海外渡航し、浮吉は課長の立場となる。明治四年廃藩置県で、静岡藩が解消され主な人材が東京へ移ると、 浮きも、お骨とともに上京する。島田とともに薬屋を志し、開校予定の科学専門学校に応募するが、開校は中止となり、大学予備門に入学するがほどなく退学している。関新八の私立教立学者に入学し、翌明治5年に、大倉大輔井上ると渋沢栄一が人材育成機関として構想した大倉省翻訳局が発足し、 呂骨や刺しが登用されると島田と共に応募し、上等生徒となる。翻訳局では、経済学や西洋文明史が教授され、この頃に偽造などの影響を受け以下から転校したと言われ、また、キリスト教にも接している。だが、明治6年に、井上や渋沢が自死、続いて、大倉教に、大隈重信の分がつくと組織改編で、翻訳局は縮小され、 翌年には廃止となり、うき地は、大倉少子平良に異動となる。明治9年には、旧幕臣の娘、千代と結婚。著述活動を始め、明治10年に、自費出版で、日本開花少子を、刊行開始。翌明治11年には、自由公益日本経済経済論を出版。同年には、沼森和ずらの欧米者設立に、島田と共に発起人として参加し、 演説活動も行っている。翌明治12年に大倉省を辞職し、翻訳業を手掛けつつ新聞への投書や、著述活動を行い、同年にはイギリスのエコノミスト氏を反とした東京経済雑誌を創刊し、自由主義の立場での論人を張った。明治13年には東京府会議員となり、憲法制定や条約改正などの政治問題に関しても発言。 自由党機関紙自由新聞の客員も務める。実業家としては、東京府知事、高崎56から提案された府の氏族、受産金処理事業としての南洋公益を引き受け、明治23年に南東商会を組織し、貿易船天有丸で南洋渡航を行う。東京株式取引所、鉄道経営においては、明治20年に両毛鉄道社長、 二十一年に小田原電気鉄道取締役などを務める。明治二十三年には不開副議長となり、明治二十七年には尾崎サブローラと帝国財政革新会を結成し、この年には衆議院議員に当選する。明治二十九年には新ポトを結成、明治三十年には島田サブローラと財政整理規制同盟会を組織する。明治三十一年、 県政党創設委員に参加。明治32年には法学博士となる。明治33年、義和団の乱に際して視察を行う。晩年、国史体系、軍書類獣の編纂に道筋をつけた。ほとんど独力で行われたこれらの編纂、出版事業を表して、戸谷部春邸は、 利益のみを目的としては決して企てることができない、分断への事前事業であると称賛している。明治38年、万世人縁のため死去。大正4年、14位を追蔵された。官報第6535号、明治38年4月17日、P660、衆議院議員総選挙一覧明治45年2月、衆議院事務局、 1912年、P66、第2本博士録第1巻発展者、1921年、ピアニッシモ、27から28、服部トリ長自転有名人の死亡診断近代編付録、近代有名人の死因一覧17ページ、田尻左編増威所見伝蔵補番上特使増位年表、P35。ありがとうございます。